オーギュスト・ジーン・バティスト・ヴィンケン、プロペルティアスシンシア・セクステス、アウレリウス・プロペルティウスは、ラテン語のエレギア詩人。プロペルティウスについて知られていることは、その著作を除けばほとんどない。その詩の中に多く言及されていることから、ウンブリアで生まれ育ったようである。アッシジが、自分の町こそプロペルティウスの出生地であると、主張している。 現存する作品の中には、4巻のエレギア詩集が含まれている。プロペルティウスの名声の基盤となっているのは、4巻のエレギア詩集である。プロペルティウスのエレギア詩はすべて、紀元前1世紀に、ローマの社交界で流行していた、エレゲオンという詩形で書かれている。ほとんどのエレギア詩人同様、プロペルティウスの詩は一人の女性のことで占められている。 その女性はキュンティアという名前で、その名前は最初の詩モノビブローズの冒頭から登場する。キュンティアの名前は第一巻の詩の半分に出てくる。それ以外の詩にも間接的に登場する。アプレウスはキュンティアの本名がホスティアであるとした。プロペルティウスも彼女が紀元前2世紀のローマの女子詩人ホスティウスの子孫だとほのめかしている。 プロペルティウスはしばしばキュンティアを強要ある祝女でスルピキアのように自分でも詩を書いたと賛辞しているが研究者たちはキュンティアはおそらく高級娼婦ではなかったかと推測している二人の関係は感情の両極端を大きく揺れ動き少なくとも第三巻の発表時までキュンティアは恋人としてプロペルティウスの人生を支配していた プロペルティウスの詩がいつ書かれたかを特定することは難しいが、その詩はラテン語のエレギア詩人の間ではありふれたテーマであった愛の告白、情熱、嫉妬、抗論、悲嘆を年代順に記録している。第3巻の最後の2つの詩はキュンティアとの最終的破局を示しているように見える。そしてキュンティアは最後の第4巻が発表される前に亡くなったらしい。 第四巻でキュンティアをテーマとしたものは、後書きとしての挨拶のたった二つの詩だけである。この両極端な関係の複雑性は、第四巻の中の通説な詩の中に十分に明示される。キュンティアの幽霊が、自分の葬式は合成でなかったとプロペルティウスを批判するのである。そしてその最後の行は、プロペルティウスが未練を残しているように見受けられる。 また第四巻は、プロペルティウスが新しい歌の方向を起としていたことを強く示している。そこには、ローマやその歴史的な建物の神話的由来を再吟味したいくつかの因果関係学的詩が含まれている。これらは、新しいローマを目指すアウグストゥスとその政策の批判として読むこともできるが、現代の古典研究者たちの間でも議論の的となっている。 最後の詩は、紀元前16年に亡くなった、コルネリア・スピキオの葬式のために書かれたもので、コルネリアの美徳を賛辞している。ほとんど帝国からの依頼のようなものだが、その荘厳さ、気高さ、愛情は、エレギアの女王という評価を受けている。プロペルティウスのスタイルは、パッと見たところ唐突な場面転換と、ギリシア・ローマの神話伝説の、 あまり知られていない一節に多く向けられたコードで、想像力に富んだ移入によって特徴付けられる。プロペルティウス独特の言い回しは、テキストの損なわれた状態と、相まって、その死の肯定の問題を生じさせる。これまでに、古典主義のジョンパーシバルポストゲートやイギリスの詩人、エイ・ハウスマンが、テキストの原点研究並びに肯定を行った。テキストには、多くの統語上、 構造上、論理上の問題が含まれている。いくつかは、疑いなく、プロペルティウスの大胆で、時には、型破りなラテン語の使用が問題を悪化させている。写本に記載する際、研究者が、テキストの手直し、時には、変更をせざるを得なかったものもある。全部で146ある現存するプロペルティウスの、写本の最も古いものは12世紀のものである。 しかし、そうした写本の中の詩のいくつかは、尻滅裂である。例えば第1巻8は、キュンティアが後悔の計画を取りやめたことを弁解する、ところから始まっているが、ラストでは、後悔を中止した喜びで終わる。そのため、多くの研究家はこの詩の前半を 8R、後半を8ビットと分割している。第2巻26は、 より複雑な構造上の問題を含んでいる。順番に、ナンパするキュンティアの夢、キュンティアの定説への賛辞、キュンティアが航海を計画し、プロペルティウスが同行することの表明、一緒に岸に移動する二人、急に二人は戦場にいて、海難の可能性に備えると混乱している。論理的にも、時間的にも矛盾していて、そのために、様々な注釈者たちは、 行を並び替えるか、テキストの中に、いくつかの空白を差し挟んでいる。D. トーマス・ベネディク・トゥシンなど、近年の研究者は、こうした改定は、プロペルティウスの元々の詩はアリストテレスによって、定められた古典文学の法則を厳格に守っていて、見た目の混乱は、写本の火薬であると仮定してのものだった、と指摘している。別の可能性としては、 例えば三一致の法則のような法則に背いて、プロペルティウスが恋に、尻滅裂なイメージを書き連ねたというものである。この解釈もまた、プロペルティウスのスタイルは、古典文学原理の正当性に対する反発である、ことを意味している。プロペルティウスは、自分のことを、その時代とても人気があったばかりでなく、スキャンダラスでもあったと語っている。プロペルティウスの人気は、 本イの落書きの中にプロペルティウスの詩があることでも立証されている。中世になると、プロペルティウスの名は忘れ去られたが、イタリアルネサンス期に、他のエレギア詩人と共に復活した。ペトラルカの愛のソネットは、プロペルティウスの影響が、はっきりと見られるし、アエネアス・シルイウスが若い時に発表した、エレギア詩集のタイトルは、シンテアだった。さらに、 ベン・ジョンソンの作とされる、プロパティにエレジーズもある。ゲーテの1759年の詩集、ローマヒカもプロペルティウスの詩に少し近い。20世紀になると、エズラ・パウンドの詩、セクストゥス・プロペルティウスへの敬意がある。これは、プロペルティウスの風刺か、反対性としての側面に焦点を当てたもので、パウンドのエレギア詩の翻訳、解釈は、それをパウンドが提唱する。 イマジズム理論の古代の例として紹介している。イマジズムの解釈、つまりプロペルティウスの内的独白の傾向と徹底的に私的な特質は、現代でもプロペルティウスを人気作家にした。ごく最近になって、プロペルティウスの英語訳が2冊出版され、劇作家トム・ストッパードは、戯曲ザインベンション・オブ・ラブの中で、プロペルティウスは西洋が、今日、 ロマンティックな愛とみなしている多くのものに寄与した、と示唆している。ヨシフ・ブロツキーのロシア語で書かれた、詩。アンのドミニの上場的主人公はプロペルティウスである。ありがとうございます。